今日は2ヶ月ぐらい待たされた部品がやっと届きましたので、開封して取り付けしていきたいと思います。2470の 2.8、 こればっかりやってますけど、これのズームブラシという部品の交換をしたいと思います。押し固められてなんか四角になってますね。こういう箱、ちっちゃい箱に入ってます。はい、これですね。爪汚い。この品曲がってる方が壊れてる、壊れたやつ。新品がこれです。 OK。 はい、通常レンズはズームの位置をボディに伝送してます。今自分が何ミリを映しているのかということをボディに映してます。なんでそのIGZIF情報にはレンズのミリ数が記録されるんですね。はい、ここ70ミリって今表示されてますよね。はい、ズームを動かしても変化しませんね。ズームしても変化しないことを確認できますか。はい、IGZIF情報70ミリで止まっちゃってるんです。なぜなら今ズームブラシ外してあるから。ズームブラシが外れていることによって起きる弊害が、2つあります。ズームブラシが故障していることによって IGZIF情報が正確に記録されなくなります。これ一つの弊害ですね。二つ目の弊害として、このレンズには搭載されていないんですが、手ブレ補正がバグります。70mm の時は 70mm の補正量、24の時は24の補正量というふうに、レンズの画角によって手ブレ補正ユニットの動きは変わります。なのでズームブラシがおかしくなると手ブレ補正が目に見えておかしくなります。手ブレを発生させるような動きをしたり、ズームを動かした時にガクッとその画面が揺れるような症状になったりします。手ブレ補正のついてない2470に関しては現状 IGZIF 情報記録されないという弊害以外特にないですよね。なぜこれ1個2000円ぐらいするしたんですけれど、この部品2000円してまでなぜ買えるかというと、 EOS R5 はボディ内手ブレ補正効きますよね。絶対にズームブラシがないとボディ内手ブレ補正も作動しないと思います。だから僕はズームブラシを新品に交換します。まあ結構解説してる通り、ズームリングのラバーを外してあげる、ずらすだけでいいっす。はい、でここテープ止めされてるんで、これ、はい、これだけっす。だいたいね、どのレンズもこんな感じですね。これをこうつけるだけですね。はい、見えておりますでしょうか。ここにはめてネジを止めるだけです。この針金の位置で全部伝送されてるんですね。はい、終わりです。はい、24ミリ刺してます。はい、すでに違いが。はい、これを寄せていくと、望遠に振ると、はい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 、何ミリ ?70 ミリになりましたね。はい、24ミリになりましたね。おい、はい、中途半端42ミリとか、うん、2ミリ単位で動いてるな、大体すごいな。はい、ということで、これにて短いですが動画終わりたいと思います。ズームブラシ、ボディ内手ブレ補正、これからキャノンのカメラにも搭載されていくはずですので、ぜひ
皆さんに壊れていれば直しましょう。はい、さよなら。